スミレ族、スミレ族ビオラは、スミレ科に含まれる族の一つ。スミレ、パンジー、ビオラ、ビオラなど多くの種を含む。スミレ科にはおよそ16八850種があるが、そのうち400種をスミレ族が占める。科全体としては、樹木の方が多く、スミレ族がほとんど双本からなるのは、やや特殊である。スミレの仲間は、 現在左官に主文化が進行していると考えられる。ため、非常に変化が激しく、日本では各地の編集や色変わりをも含めて、学名があるものが250もある。分布は沖縄から北海道までの全土にわたり、各地に固有種がある。道端や野原に咲くものもあれば、山奥の渓流のほとりに咲くもの、鉱山のお花畑に咲くものまで、様々である。 日本産のものはすべて草本である。下半のヨシ群落に生息する、立ちすみれのように背が高くなるものもあるが、ほとんどが背の低い草で、茎を地表より高く伸ばさないものが多い。葉はハート型か、それを引き伸ばしたような形をしている。家系の中ほどに一体の商法がつく。花の形は基本的には似ていて、左右対称で見ただけですみれとわかるものである。 花は五弁、そのうち一つが大きく、木部は後ろに突き出して袋状のを作る。多くは、下側の大きい花びら、新弁に、若干の模様が出る。果実はで、熟すると三つに割れ、断面に種子が並んでいるのが見えるようになる。そのうちに果実が乾燥して縮み、種子は押し出されて弾け飛ぶ。種子には、エライオソームと言われる、付属物があり、これがありを誘引して、 種子散布の助けになると考えられる。また、閉鎖毛をつけるものがよくある。高山のものは黄色い花をつけ、それ以外のものは紫、青か白系統のものが多い。墨入れの語源は、昔の大工用具、墨入れに由来し、今日墨入れに見立てたものとしたという牧野富太郎の唱えた説がよく知られているが、異説もある。日本では野に咲く花の代表として知られ、 古くから親しまれてきた。しかし、世界中には様々なスミレがあり、園芸用に栽培されているものも多数ある。身近に見られる例で、花びらが大きくて平たく広がった広廃種のグループは、パンジーと呼ばれる。欧米では、パンジー以上にバイオレット、匂いスミレが栽培され、香水や化粧品に加工されるほか、干渉用植物としても様々な品種が、 作出されている。欧州で、スミレの使用についての最初の記録は古代ギリシャで、薬用に使われていた。キリスト教の伝統では、スミレは聖母マリアと関連付けられており、謙虚さの象徴であり、花輪に使用される。チューダー朝時代には、頭痛や鬱病、便秘に効くとされ、床などに巻く構想。中世の英国では、大衆消しのため、入浴する代わりに、 香りの良いハーブを巻き、人が踏み歩くことで方向を出したにも適していた。18世紀までに化粧品や香水に使われるようになり、フランスやイギリスで商業的に発展した。不快な匂いが蔓延する大都市では、匂い消しに小さな花束にしたものが広く販売され、服のポケットやボタン穴、帽子などにつけて使用された。この他、 観賞用のスミレとして外国から持ち込まれたものに、ウィオラソロリアガール、花の色などが異なる複数の品種があるが、繁殖力が非常に強いこともあって、各地ですでに野生化しており、一部では問題視されている。主に南西諸島から九州にかけて見られる、つくしスミレもかつて観賞用のスミレとして持ち込まれたものが、野生化したものと見られている。 歴史上の人物で、ナポレオン一世のスミレ好きは有名で、妻、ジョセフィーヌの誕生日にはスミレを送っていたとのこと。島流しになった際も、スミレが咲く頃には戻ってくると言いしたとの話もある。これを含め、ヨーロッパで言及されるスミレは、匂いスミレのことであることが多い。また、イギリスのビクトリア女王もスミレが好きで、日記にスミレについての記述が105回も登場し、 特に晩年は、スミレの栽培が盛んだったコートダジュールで、毎年休暇を楽しんだ。ビクトリア時代のイギリスでは、スミレはその花姿から、謙虚さや、忠誠心の象徴とみなされていた。パンジーなど、一部は、エディブルフラワーとしても利用される。スミレは、山夜でごく自然に見られるイメージがあるが、それ自体が人間との関わりの結果とも言える。スミレは、 かなり劣悪な環境下でも生える一方、周囲の草が濃く、草丈が高いと生えにくい傾向がある。そのため、人の手の入りやすい野原や、登山道脇などが生育に適した環境になる場合が多い。これが我々の目に触れることが多い理由の一端である。絶滅が危惧されているスミレの仲間に関して、各地で保護活動が行われている理由の一つにも、 このような性質がある。スミレといえば、ワーズワーズが読んだし、スミレは、苔の生えた石の下で半ば一目に隠れて咲いている。空に一つ光っている星のように美しい。が有名。スミレ属は、世界の温帯に約400種、日本には約50種がある。スミレ属の種については、ウィキスピーシーズのスミレ属を参照。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。